おはようございます。寝起きです。今回、ついにですね、期間限定で、ギガビッグマックみたいなのが復活してるらしいので食っていきます。で、これね、単品価格が何か700何もしてかなりでっかい。ちょっと待って、ほんまに大きい。なんか俺が思ってたのは、まあ箱はこんぐらいで高さがあるみたいなイメージだったけど、これちょっと普通のビッグマック、これほら直径のサイズもでかない、これ。で、まあちょっと定番というか、僕がマックを頼んだ際には必ず頼むこのマクドサラダ、これも一緒に合わせて食べていきたいなとは思ってます。開けてみますか。マジこれ、ちょっと出来たてに程がある。これチーズがとろけてるやん。こんなんマクドでなくない？あんまりチーズとろけてますけど、すんごい、これすんごいねんけど、これがパティのサイズ感が、あ、ベロベロに崩れてますわ。大きすぎてあまりに。うわ、うん、やっぱ普通のビッグマックより、これ横の展開もでかいな、横のサイズもでかいな、幅。うわ、えぐ。じゃあ早速食っていきます。いただきます。うん、味はしっかりビッグマックなんで、まあ、めっちゃ美味しいです。あば、ちょっとこの食べるたびに徐々にこの中の具材がはみ出てくる。やば。うん、うん、めちゃめちゃうまい。なんか夜マックって金払えばパーティーの枚数倍できるんだろ。本当のビッグマックかなんかのパーティー倍にすれば、まあ、4枚が払ってもできるらしいんだけど、だからこのギガマックってその単純に横幅がでかいビッグマックだから、あの夜マックでカスタマイズしたやつじゃ勝てないねって。うん、すいません。うん、食い方汚いの自分でも分かってる。うん、食べにくい、けどめっちゃうまい。うん、タルタルソースと、このタルタルソースのオーラソースか、オーラソースとレタス、ピクルスで、このチーズ、肉厚のパティ、この胡椒がまた効いてるわ。一発何カロリーすんのこれ。1000カロリーってやるな。うん、
これ一人で食ったら胸焼けしますね。確実に。まあうまっ。もう半年はマクド食わんじゃってなるこれ多分。もうマクドないものすべて詰まってるもんここに。ミスターマクドナルドだよお前が。うん、このチーズがいっぱいいっぱいついた部分最高。見てくださいこれ、わりかし綺麗に食えたんちゃうか俺。一口でいくか二口で余裕持って食うかな、悩むラインやなこれ。ちょっと二口でいきます。うん、うまい。最後までこの肉、パン、野菜、すべてのバランスが崩れなかった。うますぎるわ。さらにいつものようにこうちょっとだけドレッシングかけて、こちらのサラダも楽しんでいくと、こう同時並行で食えばよかったな。さすがにドレッシング買い忘れた。うわ、飲み物みたい。ギガマックでカラカラに乾いた喉にちょっとこれは潤いが出てくるな。
うまい。うん、いいっすね、このデザインね。どうしてもこの辺に口つけることになんねんけど、こうやってちゃんと蓋でこの辺が防がれてるから、まあ、清潔というかさ、衛生的に保たれてるという画期的なデザインの箱です。皆さんもギガマック、まあ、期間限定らしいんで食ってみてください。どうぞ。